最終ホールになりましたが、グリーンセンターまでが385、まあ、ミドルホールですね。で、左のバンカーまでがですね、205ヤードです。だから205で、バンカーに入るということですね。まあ、ドライバーだったら多分バンカー越えていくかもしれないんで、はい、ドライバーで思い切って打ってみてください。ちょっと捕まったけども問題ないですね。はい、バンカーかバンカーの左ラフ。まあ問題ないですけどね。小林さん、あの右プッシュが出るのは右プッシュばかりなんですよ。あの構えが詰まってるからです。はい、詰まってる。要するに近すぎるんです。近すぎる。はい、近すぎるからインパクト全部こうやって手元に行っちゃうんです。はい、前回一緒に回った時に言うと構えが相当突っ立ってるんです。だから骨盤前傾があんまり取れてないんですね。わかりました。このクリちゃん、この距離計のいいところは、やっぱりその、はいはい、今まではそのやっぱり残りの距離とかを GPS とかで、はい、こう測ってたでしょ。はい、それ以外にやっぱりこうボタン1個で、このボタン1個でね、こうハザードの位置までこう正確に出るんで、やっぱりこうマネジメントする上でね、やっぱりこう障害物までの距離もしっかり分かった上でゴルフはできるんで、非常にやっぱりこう使い勝手がいいというか、なんていうのかな、こう悩みが少なくなるゴルフのねっていう感じですね。例えばこれ215、左のバンカーまで215ってさっき書いてあったので、ドライバーが例えば200しか飛ばない人がもしいた時は、もちろん左のバンカーは全く気にしなくていいってことになるよね。で、逆にドライバーが210とか20ぐらいの人が左のバンカーを初めてこう気にする。逆に230、40飛ぶ人は逆にまた左のバンカー気にしなくていいっていう、やっぱりその距離に応じてやっぱりこうティーショットの見える広さっていうのがゴルフって変わってくるんで、やっぱこういうものをこう機能的につけてあるってことによって、やっぱりこうプレイヤーのこのマネジメント力っていうのが、まあ、おのずと上がってくるかなっていう、まあ、いわゆるこうリスクヘッジをしっかりできるかなっていう感じがします。はい、ここがですね、フロントエッジまで160、センターまで163とで、エッジが148で、バックエッジ176ってことなんですけど、まあこれでこう測って、実際本当にね、もともとこう、いつも使ってるテクテクテクでちょっと、じゃあ本当にピンまでちょっと測ってみましょう。はい、これが、158と出ました。センターまで162で、158と出たってことは、あのピンはセンターから4ヤード手前にあるっていうことですね。これも小林さん、左足上がりなんで、はい、さっき言ったように、斜面に逆らうんだったらボールは左。いや、逆らわないで行きたいので、左ですね、じゃあ。はい。斜面なりに構えるんだったら右ですよ。はい。で、まっすぐ出すなら左で、そうです、そこです、そうです。逆らいます。いきます。おー、うまく抜けたけど、ちょっと右かな。ちょっと右ですね。はい。さあ、佐藤さんのところから、ちょうどセンターまで156です。ちょっと右かな、ちょっと弱いかもしれないです、はい、そう、かなり下りのアプローチです。それもまた難しいところに行ってしまいましたが、はい、まあこれはもうこれ もう球上げてグリーン落とす、もうこれそれしかないですよね。しかないですね。それもまあまあちょっと高めの球ですね。うまい。まあでもしょうがないですね。いやでもうまい方だと思います。はい、よく言えばボールを左にもうちょっと押してほしいです。やっぱりちょっと球低いんですよ。はい、だからもうちょっと柔らかく出たと思います。はい、佐藤さん行きましょう。これもかなり下り。うまい。いやー、でもまあまあまあうまい方ですよ。ナイスです。ちょっとアプローチ摩擦感、ちょっとなんかこう硬さなくなってきましたね。いや、 やっぱ肘が下向くっていうのはこんな大事なのかと思うんです、はい、結構トップとか結構連発しましたからね、はい、
まあでもナイスパットです。 OK です。はい、OK です。さあこれが入ったらなんとワン、あ、イーブンパー。おー、切れないか。まあ、ワンカップぐらいですね。うわー、惜しい。 OK です、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。まあでもナイスプレーでした。まあ佐藤さんは本当に僕のところにレッスンに何度も来ていただいて、もうなんかもう今日久々にプレーをこうやって客観的に見ましたけど、相当上手くなってますね。はい、相当上手くなってます。で小林さんもミート率めちゃくちゃ良くなってます。ただやっぱりこうアライメントの取り方とか、ね、ボールポジションで出球が揃ってないので、はい、まあ、その向きだけ、はい、向きとボールポジションだけで相当ミート率あんだけ良かったら、まあ、縦繰りは狂ってないんで、はい、そこら辺を今後課題にやってください。わかりました。はい、ということで今回はこのねテクテクテックを使いながらやりましたけども、やはりこうかなりやっぱりレーザーと、で実際これさっきねセンターから4ヤードってそれ測るの忘れましたけど、確かにセンターから4ヤード手前にピンが切ってあるので、やっぱレーザー距離計とねこれをこう併用しながらやると、さらにこうより正確なねコースマネジメントができるのかなと思いますので、ぜひ皆さんこちらをご活用ください。